今日はね、9月の22日の金曜日です。今日は仕事お休みにして、明日からね、イベントがあります。ハッピーマルシェフェスアクティビティ、たこ焼き選手権 in 熊本が同時開催っていうやつで、9月23日土曜日と24日、日曜日の2日間ですね、開催されます。今ね、12時40分ぐらいなんですけど、熊本県農業公園カントリーパークにですね、前日搬入に行ってきます。今ちょっとね、銀行来ました、銀行。すっかりお釣りの準備忘れてた。お釣りゼロで行くとこだった。では参ります。ああ、しまったしまった、どうしようここにポストあるんだけど、ここにポストあるのだけれども、郵便局屋さん行こう。郵便局屋さんにとりあえず行ってポスト出してからカントリーパークに行きたいと思います。郵便局か郵便局到着でございます。ちょうど通帳持ってきたから通帳来てほしいよ。郵便局屋さん行ってきました。お金をいっぱい下ろしました。なんかね、嬉しいことにね、いろいろねやってんだけど、口座が残高増えてて今身震いしたラッキー。では郵便局屋さん出発します。やばい、10分前になっちゃった。でもコンビニ寄りたいな俺。若干の遅刻です。ハピーマルシェね、僕ねできるだけ参加をさせていただいております。いつもねお世話になってるイベントでですね、実はハピーマルシェよく出られてますねってね、あのフォロワーさんとか視聴者さんから言われること多いんですけど、ありがとうございます。ハッピーマルシェはね、まあ、個人的にねとても大切なイベントなんですよ。で、まあ、なぜかというとね、僕のねこのハンドメイド活動とか、こういう今僕メインでちょっと卸とかね業者対応とかが結構多いんだけれども、それのねなんて言ったらね礎っていうのも基礎となったっていうか、こう5年ぐらいかな飛躍しまくっておりまして、本当ありがたいんですね。やっぱりちょっと感謝じゃないですけど、まあ、出ときたいっていう、あの験担ぎじゃないんだけれども出とかないとっていう僕の中であるんですよね。うん、なのでいつも出させてもらっております。通常はですね、あのイベント出店少なめなんですけれども、だいたいウェブのショップ各店舗結構何店舗かやってるんで、それであの活動をさせていただいております。いろんなイベント出て、いろんな人に会って、いろんな人と話して活動したいんだけど、なかなか僕一人でやってるからですね、なかなか身一つであちこち行けないのでですね、やっぱりウェブの対応とかも制作とあと発送とかも全部当たり前なんですけど、全部自分でやってるので、その辺がですねお手伝いしていただける方がいてくれると非常に嬉しいんですけれども、なかなかね人件費っていうのはかかりますので、ちょっとそこは僕がね一人でできる範囲で動きたいなと思いつつ、このような活動になっております。まあ、ちょっと独り言続きますけど、近況、結構ね近況聞かれるんだよな。まあ特段何もないんだけれども、日々、毎日仕事ビジネスに勤しんでおりますけれども、こうやってハンドメイドのねクリエイターの仕事とデザイナーの仕事と企業さん法人さんと業務提携とかをさせていただいております。アドバイザーみたいな、その辺もちょっと忙しくさせていただいております。前にもちょっとお話ししたと思うんですけど、手芸ビジネスでよくなんか生活できてますねっていう風なね、すごくね失礼なねお問い合わせというか声かけをいただくんですけど、本当ね失礼。逆にね、あなたサラリーマンなり OL やっててそれで生きていけるんですかって聞いてるのと同じだからね。あのね、やってみないと分かんないと思うよ、本当。なんかハンドメイドやりつつ、そういった、コンサル系をやりつつ、あとね、やっぱり年齢も年齢なんで、僕ね、投資とかもやっております。まあ、そういうのもあるし、不動産投資もしてるし、まあ、だから今があるんだっていうのも過言ではないんだけれども、10代の頃からビジネスやってるんで、19歳の頃からインターネットショッピングやってたからね。その頃って今晩パソコン自体がやっと普及し始めた頃じゃない、また Windows 3.1 とかの時代ですよ。 C
知らないでしょ皆さん。若い子絶対知らないよね、 Windows 3.1 とか、まあそういうこといろいろやってるので、僕の中でバックグラウンドがいろいろあるので、まあ今の自分があるんだけれども、僕もその偉そうには言えないですよ。まあね、いろいろね否定する人はいるよ、うん、否定すればいい。で、否定する人が立派なことやってるんだったらね、おおすごいねって思うんだけど、大抵ね否定する人って大したことやってないんだよ。やっぱり見守ってねあげた方がいいと思う。挑戦してね、いろんなことで、しもさら失敗はするよ、うん、俺もねいっぱい失敗してきましたよ。はい、ファミリーマート到着、ちょっと買い物してきます。ちょっとコンビニ長いしちゃった。ではレッツギアを。ペイペイ便利、ペイペイ便利、もうね、なんやろ、なんだっけ、マイナポイント、2万ポイントあれじゃないですか。なんか買い物しまくってるんだけど、やっぱ今日暑いね、30度今日幾分涼しくなるとか天気予報、ゆうきさん言ってたのに、 NHK のねゆうきさん。はい、間もなく熊本県農業公園カントリーパークに到着をいたします。お疲れ様です。お疲れです。この辺かな。はい、はい、では今から搬入です。今設営終わりました、ね、こんな感じでテントの設営終わりました。前日搬入はそこまで来てないみたい。ここはねハッピーマルシェの会場で、で向こうが、なんだたこ焼き選手権だったかなの会場になります。
で、ここはね、ハッピーマルシェの会場ですね。で、お隣が第2回たこ焼きグランプリですね。九州たこ焼きグランプリが開催されます。